北海、北海、北海、英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、デンマーク語、ノルウェー語は大西洋の付属海。古名は、ゲルマン海、ラテン語、英語。東は、ノルウェー、デンマーク、南は、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、西はイギリス、北は、オークニー諸島、シェトランド諸島に囲まれている。東は、スカゲラク海峡。 カテガット海峡及び、キール運河で、バルト海に、北は、ノルウェー海に、南は、ドーバー海峡、イギリス海峡で、大西洋につながっている。南北の長さは9 7 0トル、東西は5 8 0トル、面積は75万平方キロメートル、水量は9万4千キロ立方メートルである。北海に流れ込む、主な川は、エルベ川、ベーザー川、 エムズ川、ライン川などがある。中でも最も北海に影響を及ぼす河川は、エルベ川とライン川、ムーズ川である。北海の周水域にはおよそ1億8500万人が暮らしており、また世界で最も工業化された地方のうちの一つが含まれている。北海油田と総称される油田、ガス田が多数あり、ヨーロッパの貴重なエネルギー源である。大部分は、 ヨーロッパ大陸方で、平均水深は90メートル。ただ、北海北部、オスロ沖からベルゲン沖にかけて、陸地と平行に南北に伸びている、ノルウェー海溝のみは深く、最も深い場所は、最大725メートルである。ドッカーバンク、タイは、氷河が運んだいは、砂の堆積物でできており、水深15から30メートルの広大な浅瀬で、工業場となっている。 平均水温は夏の17度度、冬の6度度。冬は暴風が頻繁に吹く。海流は大まかに半時計回りで岸に沿って流れている。主として北西から大西洋の海水が南のイギリス海峡から暖かい海水が流れ込む。潮汐流がノルウェー沿岸を流れ、塩分の少ない戦争の海水は起きえ、後塩分の深層海水は陸へ動く。 マンの差は0から8メートルである。北東部のノルウェー沿岸では顕著な漂色地形をなしており、フィヨルドが連なっている。一方、南部沿岸は、サスと低湿地が主で、海岸沿いに、サスからなる島々が連なる。この島々は、ユトランド半島中部からオランダ中部に至るまで一つながりをなしており、総称で、フリジア諸島、フリースラント諸島と呼ばれる。 フリジア諸島は、政治的には、デンマーク領のデンマークワッテン海諸島、ドイツ領の東フリースラント諸島、オランダ領の西フリースラント諸島に分かれている。フリジア諸島とヨーロッパ大陸本土との間の海は、ワッテン海と呼ばれる。フリジア諸島を除くと、北海に島はほとんど存在しない。わずかに、フリジア諸島のやや沖合にヘルゴラント島が存在する、程度である。 北海南部沿岸は、もともとは、氾濫源や湿源といった、海とも陸ともつかないような土地が広がっていた。こうした高潮や嵐に脆弱な地域では、人々は、自然堤防となっている砂丘の背後の高台となっておき石層や砂しに住み着いた。早くも、紀元前500年頃には、この地域の人々は、満潮よりも常に高くなるテルプと呼ばれる人工的な、 森土の上に住居を構えるようになっていた。この頃にはまだ沿いでる海はなく、オランダ中央部には、フレボコと呼ばれる、淡水湖が存在していた。しかし、北海沿岸では、侵食が激しく、陸地の縮小が起こっていた。中世紀に入り、海水面が上昇したことがこれに拍車をかけた。1170年11月1日から2日にかけて、 万聖節の洪水と呼ばれる北海の大洪水がオランダ北部を襲い、これによってフリースラント諸島南部のワッテン海が拡大し、フレボコはこの洪水によって海に海溝し、海水の侵入によってゾイデル海となった。この陸地の消失はその後も続き、1228年の高潮では10万人以上が死亡したとされ、1287年12月14日の セール地野菜の洪水によって、これらの海はさらに拡大した。こうした海新を食い止めるため、1200年頃から蒸気のテルプをつなぎ合わせ、海岸沿いに堤防を建設して、大きな居住地域を建設する動きが本格化した。これに伴い、干拓堤防を建設して、その内側の低湿地を干拓して農地に変更することも盛んに行われるようになった。 カジャを使った排水も本格化し、世界は神が作ったが、オランダはオランダ人が作ったと呼ばれるほどに干拓が進んだ。1918年には、ゾイデル海を北海から切り離して嵐から沿岸地域を守り、干拓地域をさらに拡大するために、ゾイデル海を締め切って淡水化、干拓を行うゾイデル海開発計画が認可され、1932年に、 アフシュライト大区、締め切り堤防が完成し、ゾイデル海は再び淡水の愛せることになった。しかし、1953年2月に、北海沿岸大洪水が発生し、沿岸諸国合計で2551人の死者を出した。このうち最も多い1836人の死者を出したオランダでは、被害の特に大きかったライン川、マース川、 スヘデ川の三角州地域の河口をすべて塞いでしまうデルタ計画と呼ばれる第一水工人が1958年に開始され、1986年に完成した。この計画によって主要港であるロッテルダム並びにアントウエルペを除くすべての河口が堤防、または可動石によって有事には閉塞が可能になり、両主要港沿岸の堤防は大幅に加算下された。 2007年には、オランダ国土の27%が、堤防や砂丘によって保護された海面となっている。約8200年ほど前までは、現在の北海中央部にあるドッカーバンクは、ドッカーランドと呼ばれる大地であり、ヨーロッパ大陸と繋がっていて、他の北海沿岸部と同じく狩猟採集民が生活していた。しかしその後、海面上昇が起こり、 カッカーランドは、壊没して住民は、沿岸各地へと移住していった。北海沿岸の確実な記録が残されるようになるのは、紀元前55年から紀元前54年のユリウス・カイサルによるブリタンニア侵攻であり、43年にはクラウディウス帝によって、俗州ブリタニアが創設された。ローマ帝国の支配は、北海西部のブリタニアや、 ののラインンままでにとどっっており、それ以北は、ゲルマン人の居住区域だった。409年にローマ帝国がブリタニアより撤退すると現在のデンマークや北部ドイツ周辺にいたゲルマン人の一派であるアングル人、ジュート人、サクソン人が北海を渡ってブリタニアを征服しイングランドの原型ができた。5世紀頃からはオランダ北部に居住している。 フリース人、フリースラント人が北海交易を開始し、ライン加工に作られたドレスタットの街は旧世紀まで北海の交易中心地となっていた。8世紀末頃よりバイキングの活発な活動が始まり、デエン人やノース人が北海を渡って、イングランドやフランク王国にたびたび襲撃をかけた。バイキングはロングシップと呼ばれるの浅く、細長い海を使って、 軍事侵攻を繰り返す一方、クナールと呼ばれる、幅広で喫水の深い貿易船を使用した貿易も、盛んに行った。863年には、ドレスタットがバイキングに略奪されて崩壊し、以後北海貿易の主役はバイキングへと移った。バイキングは初めは貿易と略奪を、主としていたが、やがて軍事的侵攻の色合いを濃くし、特に、イングランドにおいては、 ウェセックス王国を除くイングランド全域を征服した。この時は八百七十八年のエドモアの和議によってイングランド東部がデーローと呼ばれるデーン人領域となり、八百八十六年のアルフレッド大王のロンドン奪回によって領域が確定した。しかしその後もデーン人とイングランド人の抗争は続き、1 0 1年にはデンマーク王クヌート一世がイングランド王位を獲得し、 やがて、デンマーク王とノルウェー王も兼ねて、広大な北海帝国を築き上げたが、1035年のクヌートの死とその後の後継者争いに手が返した。この頃から、ヨーロッパ北部の商業中心となってきたのが、北海南岸のフランドル地方である。特にブリュージュは南北商業の結節点として、大いに栄えた。1277年には、 地中海のジェノバ共和国のガレージンがブリュージュ外交のズーインワンに到着し、これによって北海、バルト海と地中海を直接結ぶ商業航路が開設され、ブリュージュ及びフランドル地方はヨーロッパ経済の北の中心となっていった。やがて10世紀末頃からドイツ商人が北海へと進出を開始する。最初に進出したのはイングランドであり、特に ケルン商人がイングランド貿易では力を持っていた。この貿易とバルト海方面での貿易の伸長によって、やがて12世紀には北海、バルト海沿岸の諸都市によって、ンザ同盟が成立し、この地域で勢力を伸ばした。これらの北海やバルト海貿易といった、いわゆる北方貿易においては、穀物や魚といった生活必需品が主に扱われ、 地中海などの南方貿易が射種品を多く取り扱うのとは対照的な性格のものだ。こうした貿易によって、ハンザ同盟は14世紀には前世紀を迎えた。ハンザ同盟は15世紀には衰退し始め、それに代わってネーデルラントが北海の覇権を握るようになった。1492年のクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸の発見。 並びに1498年のバスコダガマによるインド航路の開発によって大西洋を通じて遠方の諸世界との航路がつながるようになりそうした諸世界からの富がスペインやポルトガルを通じてデルラントへと流れ込むようになったためそれまでの地中海バルト海貿易の地位は徐々に低下していき代わりに大西洋貿易とそれと直結した北海の経済的地位は 上昇し続けることとなった。また、この頃には、ブルージュがシルトの体積によって、港湾機能を失い、ヨーロッパ北部の大公益拠点は、アントウェルペニへと移った。しかし、これらネーデルラント諸都市は、特に貿易の盛んな北部諸都市では、キリスト教の内カルバン派を信仰するものが多く、統治者であるカトリックのハプスブルグ家とは対立しがちで、あ 1568年、フェリッペ2世による異端神門や旧来の諸権利の侵害に耐えかねた、ネーデルラント諸州が有力貴族オラニエコーウ入レム一世の元で反乱を起こし、80年戦争が勃発した。戦闘は、序盤は、スペイン側が圧倒的に優勢であったが、ネーデルラント側は、海上で優勢を保っており、ゼーゴイ戦と呼ばれる海上ゲリラ部隊が、 北海からスペイン支配下の都市に攻撃を繰り返し、1572年からいくつかの都市を占領するなど、徐々に選挙区はネーデルラント側に傾いていった。1579年には北部のプロテスタント7州がユトレヒト同盟を結成し、これをもとにして北部諸州は独立国の様相を強め、やがてネーデルラント連邦共和国、オランダが成立する。これにより、 北海の覇権はそのままオランダへと移行した。1585年、アントウェルペンがオランダ独立戦争のサナカスペイン軍に占領されると北欧経済の中心はオランダのアムステルダムへと移った。1560年頃より、それまでデンマークのエレスンド海峡方面に生息していたニシンの群れがドッカーバンクをはじめとする北海洋上に群生するようになった。 しかし沿岸に近いところに押し寄せていたバルト海時代と違い、ニシンは北海洋上に群生するようになったため、防腐処理の問題が生じた。この問題はオランダがバス船と呼ばれる大型漁船を投入することで解決した。バス船にはデッキがあるため、船上で塩漬け処理する工程が可能だったのである。この技術優位によってオランダの漁船群は北海各地、特に イギリス沿岸に近い海域でニシンを大量に取るようになり、オランダの経済繁栄の一員となった。この洋上でのニシン漁業は大量業と呼ばれ、オランダ経済の根幹の一つとなっていた。また、アムステルダムを中心とするオランダ諸公からは、ヨーロッパのみならず、世界各地へと商船が出港し行った。しかし、17世紀前半以降、特にイングランド王国において、 この北海におけるオランダ派遣に対する反発が強まってきた。1651年、オリバー・クロムウェル支配下のイングランド国会で公会場が制定され、イングランド及びその植民地から外国船は締め出された。これに反発したオランダとの間に、1652年、第一次エーラン戦争が勃発する。この戦争では、海戦が主体となったが、オランダ側は、 常設艦隊を持たず、大型艦も少なかったため、イギリス側が終始優勢に戦闘を進め、1654年のウェストミンスター条約において、イギリス側が勝ちを確定した。この後も1665年から1667年にかけて第二次英乱戦争、1672年から1674年にかけて第三次英乱戦争が勃発した。 この時期はまだオランダの経済力が他を押していたものの、やがてオランダ経済は衰退の道をたどるようになり、18世紀には北海の政界圏はイギリスへと移り、北海経済の中心もアムステルダムからロンドンへと移った。18世紀以降のイギリスは派遣国家となり、北海の政界圏は20世紀中盤までイギリスが握り続けた。1805年、 フランスの皇帝ナポレオン・ボナパルトがイギリス本土上陸を目指したものの、スペインの大西洋で行われたトラファルガーの海戦によってこの試みは粉砕され、ナポレオン戦争中を通じてイギリスが正解権を手放すことはなかった。1806年にはフランスが大陸封鎖令を出したものの、正解権を握るイギリスはこれをしのぎきり、逆にこの封鎖令による反発から、 ナポレオンの派遣は崩壊していった。19世紀末、ドイツ帝国が成立し、急速に国力を増大させるに従って、ドイツがイギリスの海上派遣に挑戦し始めた。ドイツ帝国海軍とイギリス海軍は、県間競争を繰り広げ、軍事的緊張が高まりつつあった。一方、1904年に日露戦争が勃発すると、ロシア海軍は、 バルト海のリバウ軍港からバルチック艦隊を旅順へと開港させようとしたが、ドッカーバンクにおいてバルチック艦隊はイギリスの漁船を日本の水雷艇と誤認して砲撃、漁民に死傷者を出した。このドッカーバンク事件によりイギリスのロシアへの態度は一時的に非常に降下し、日本海海戦にも影響を与えた。あ1914年第一次世界大戦が勃発すると、 国会も戦場となった。ビルヘルムスハーフェンを基地とするドイツ海軍の太陽艦隊とイギリス海軍のグランドフリートが対峙した。両艦隊艦にはヘルゴラントバイト海戦1914年、ドッカーバンク海戦1915年及びユトランド沖海戦1916年といった海戦が戦われたが、ドイツ軍は結局イギリス軍の海上優勢を 覆すことができないまま終戦を迎えた。第二次世界大戦における北海を経由した軍艦の活動については、大西洋の戦い、ベーザー演習作戦を参照。北海を取り巻く国々は十二海里、二十二キロメートル、領海で排他的漁業権を主張している。EU の漁業政策で漁業権を調整し、EU 諸国とノルウェー間の紛争を処理する。北海で 単化水素が発見されたため、大陸法会議で各国の権利を中間線方式で区分した。中間線とは二国間の陸上国境の延長とみなされる境界線のことである。ただし、ドイツ、オランダ、デンマークの海底領土の係争は、北海大陸法事件と呼ばれ、長い交渉と国際司法裁判所の裁定を経て決定された。北海は海輸送において、 非常に重要な海域であり、北海航路は世界で最も利用されている航路の一つである。ヨーロッパで最も貨物取扱量が大きく、世界でも第4位、2012年に位置するロッテルダム港をはじめ、同世界18位のアントワープ、同世界29位のハンブルク、コンテナ取扱量世界18位のブレーメン及び、ブレーマーハーフェン、同33位のフェリックス等。 イギリス、さらに、ヨーロッパを代表する老老船の港であるブリュージュ、およびゼーブルフヘなど、多くの重要港が存在する。商船の他に、漁船、石油基地の船、スポーツ用の船舶、遊覧船などでこの海域は混み合い、また、バルト海からやってくる船のほとんどは北海を通行する必要があるため、この混雑はさらに激しくなる。ドーバー海峡では、 一日に400隻以上の商船が行き来する。北海沿岸には運河が発達しており、中でも北海とバルト海を結ぶキール運河は最も重要なものであり、2009年にはスポーツボートや他の小型船舶を含めずに一日あたり89隻の通行を記録した。これは世界で最も使用される人工水路である。キール運河を使用すれば、 ユトランド半島を迂回するのに比べ 460km の航路短縮となる。北海にはイギリス領内のパイパー油田、ノルウェー領内のエコーヒスク油田、スタートフィヨルド油田などの油田、ガス田が存在し、総称して北海油田と呼ばれている。1960年にイギリスが北海で最初に油田を開発。その後、ノルウェー領内で、 養分の少なく価値の高いエコーヒスク油田を1969年に発見し、1971年に生産が開始された。積み出しは当初は石油タンカーで行われたが、1975年にイギリスのティーズサイドへのパイプラインが完成し、さらに1977年にはドイツのエムデンへのパイプラインも完成した。 北海油田の開発は1973年の第一次石油危機の直前であり、石油危機によって油値が高騰したために多額の投資に見合う利益が見込めるようになったため、一気に開発熱が高まった。生産コストは高いものの、良好な原油成長、安定した政治環境、西ヨーロッパという重要な市場に近いことで、北海は 世界でも重要な産出地域の一つとなった。西欧で最大の埋蔵量を誇り、ヒオペックの重要な生産地域である。ブレント原油は世界の原油価格の重要な指標である。2000年代に入り、特にイギリス量の油田において油田の成熟化が進み、徐々に生産量が減少しつつある。2005年にはイギリスで原油消費量が生産量を上回り、これ以降イギリスは 石油の準輸入国となっている。北海で最大の人身事故は1988年のパイパーアルファ基地火災で167名が死亡した。また、大量の原油漏出が1977年にエコーフィスク油田で起きた。原油や天然ガス以外にも、北海では年間数百万立方メートルの砂や液が海底から採取されている。これらの土砂は、 土地造成や建設、用品に使用される。イングランドの東海岸では、丸くなった琥珀のかけらが打ち上げられることがある。偏西風を利用した風力発電が1990年代からドイツとデンマークで発達している。北海のデンマーク洋上において、2002年に世界初の大規模洋上風力発電所であるホーンズ、レブ1が建設され、これ以降次々と、 北海洋上に風力発電所が建設された。2010年9月には世界最大規模の洋上風力発電所であるイギリスのサネット風力発電所とデンマークのホーンズレブ2が相次いで稼働し始めた。北海海域は古くから世界有数の工業場として知られており、世界の商業的漁業の5%を占めている。漁業は沿岸の南部に集中している。 トロール船での漁業が中心である。1995年には、北海の総漁獲口は350万トンだった。しかし、乱獲がたたり、2000年前後には、フィッシュチップスの原料となるタラの漁獲が極端に減少。持続可能な漁業への転換が模索されている。十八世紀末頃より、療養や余海水浴を楽しむため、イギリスにて、 北海沿岸の開発が始められた。この動きは19世紀初頭には急速に拡大し、北海沿岸諸国の海岸には保養地が立ち並ぶようになり、多くの観光客が訪れるようになった。現代でも北海沿岸の水域や浜辺は人気の観光地であり、デンマーク、ドイツ、オランダ、ベルギーの海岸は観光地としてよく開発されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。